何かの呪文なの？ シトゥルネオケディ、ネロネロ。ユギ、あれを見ろ。ラーの球体が形を変えていく。これは…これがラーの能力の一つ。神は正確にテキストを唱えたプレイヤーの忠実なしもべとなる。我が勝利のために起動せよ、ラーの抑制じゃ。これぞラーの抑神竜だ。あれがラーの抑神竜。俺のターン。ラーの攻撃でこの女をグレンの炎で焼き尽くしてやる。前。このターン、ラーの攻撃で前はライフを失う。これが闇のゲームなら前は敗北の瞬間。生贄としてお似合いだぞ、クジャク舞。囚われの身のお前にはデッキに手を置き、サレンダーすることさえできまい。ラーの攻撃で一瞬で焼き尽くしてやるよ。すべての記憶とともに灰となって闇に舞い散れ。クソ、このままじゃ舞は。やめろマリック、もう勝負はついた。これ以上の攻撃は必要ない。よく見ておけ遊戯、女を闇の生贄にしてやる。そして貴様の像を最大限に引き出してやるよ、マリック。俺の背に刻まれた記憶の刻印、それは我が一族が3000年の間守ってきたファラオの記憶の在りかを示すものだ。いつの日か復活するファラオの魂に献上するためにな。記憶の刻印、その目的のためだけに一族の姓は受け継がれていった。我々に与えられたものは深き闇、そして深き傷跡、絶望と苦痛のみ。とまあここまでは俺の宿主の心を支配してたトラウマだ。暗闇で自由を奪われた者は自虐的な心にさらなる闇を作り出す。そして奴の心の闇に内在する苦痛、憎悪、そいつが俺を生み出した。